から言うとやっぱり横綱の上手を取らせない、はい、下手をちゃんと使わせないようにする、そういう形にならないようにですね。バルトは四つ身としてはどっちの四つ身なんですかね。両方四つ身になるとかあるんですよね。左四つも右四つもね、回しをとにかく引きたいんでしょうね。そうですね、まあ、上手は欲しいんでしょうね。以前も、まあ、右四つだったような気もするんですけどね、はいはい、まあ、これだけ大きいんで、どっちの四つっていうこだわりはないでしょうね。あ、こだわりはね、この頃は突っ張りも出ますもんね。そうですね、まあ、そこら辺も使っていけばいいんでしょうけど、はい、白鵬の方はもちろん右四つで十分ですが、左四つでももちろん取れます。こうやって仕切っている姿を見ますと、バルトは相当気合が入ってますし、一方の横綱白鵬の方は淡々と仕切っているという感じを受けますが、まあ横綱としては連敗は避けたいところでしょうね。そうでしょうね、まあ、でも大関としてもやはり勝ちたいでしょうしね、バルトにしてみればね、はい、まあ、優勝争いからこそ脱落はしましたけども、はい、なんとかね存在感を示したいというかね、白鵬から見るとどうでしょう、胸を合わせたくはないですか。そうですね、胸合わせないで早い勝負でしょうね。早い勝負、はい、回しを引き合うとどうしてもやっぱり力が強いですから、なかなか時間かかってしまうと何かやはりというのはあると思いますので、はい、さあここで制限時間いっぱいになりました。結びの一番、一敗の横綱白鵬、三敗の大関バルト、横綱左、右上手浅く引いた、左四つです。バルト右上手引きました、下手も引きました、バルト両回しを引きました、つる、土俵中央、外掛け高市、横綱左外掛け残した、バルト胸が合っています、左四つ、お、戻しになった、横綱戻し、すぎました、寄り切り、白鵬の勝ち、横綱白鵬一敗を守りました。いやー、さすが横綱